はいどうも、アキです。サクセスやっていきます。はい、今回もロマン型スピードスター選手を作りましょう。はい、一応おさらいしておくと、走力100、電光石火、高速ベースラン、積極盗塁まで持った選手、あと阿部ヒパワヒ降格ですね、まで持った選手を僕はロマン型スピードスター選手と呼んでおります。はい、デッキはこちらでございます。初の二股、まあ結局ね、ずっと言ってるのは積極盗塁を誰から取るかっていうところで、まあそうですね、ここ3回で言うと、PR の左京、そして次波風ちゃん、そして今回しぐれちゃんですね。はい、しぐれちゃんもこの、ブブ漬けっていうイベントで積極盗塁確定で取れるので、こちらもいいんじゃないかなと。で、前さん後さんで二股ですね。ついにまさかのスピードスターで、まあ結局二股がね伸びるんじゃないかっていうところですよね。なので、まあ伝説のさよなら男は捨てましょう。なので金徳1、2、3、4、5、それでも金徳5つ取れる可能性があるので、金徳かぶりなしの金徳1個捨てるぐらいがむしろいいんじゃないかな、はい、と思います。なので、ってかいいんじゃないかな、この普通に強いのが作れそう。まあね、いつも言ってるんですけど、めっちゃうまくいけば、てかまあ途中で天才学生来たり、入部届持ってきてない場合は来たり、アホほど経験点が稼げたり、まあ初期戦まで引いた場合はまあスタメンにしてもいいんですけど、基本的にはね、もともとはダイソーを作るデッキだったのが、最近まあこのね、日野だったりをね引いてうまくね、デッキが組めるようになってきたので、欲が出て先発、スタメン選手も作りたいという感じでございます。はい、やっていきましょう。の前に、もう一個だけデッキ考えました。はい、これが最後って言ってたんですけど、もう一つだけあったので、まあ次回それを踏まえた上で、どのデッキで入部届け使うかっていうところと、このデッキは前さん後さんで、しかも前が一つホムラということで、非常にイベント数的にもちょうどいいと思うんですけど、今回はね、招き猫を持ってきてるので、まあ大丈夫かなっていうところなんですけど、これがもし招き猫が入部届けに変わった場合、イベント完走するかな、前イベ。この二人、特にカルロスが怖い。完走すっかね。今回もカルロスは前後の関係でカルロスにしたんですけど、あっちじゃなくて。はい。なんだったっけ。猫髪じゃなくて。どうかね。ちょっとその辺が怖いところではございますね。なので、まあ、登場のイベントを切って、ここを猫髪にして前、わー、ちょ、難しい。だから、どう思います？これ、前、ほぼほぼ前にみたいな状況で、イベント完走すっかね。なので、後指は別に完走してくれなくていいんですよ、登場に関しても。ね、電光石火と高速ベースランだけしっかり取れればいいんで、イベント完走するかな、招き猫持ってきてない場合。お守りと、だから、天才の入部届ですね。もしこのデッキで入部届使おうとするなら、なのでちょっと怖いところではございます。やっていきましょう。はい、で、どうなんかな、 SG 来るのがいいのか波動来るのがいいのかも分かんないんですよね。実際どっちの方が強い選手できるだろう。まあ果たし状が勝てないっていう場合の編成でね、こういうちょ、その辺も含めて今後 もっと勉強していきたいっすね。はい、これは何もコツが抑えれない。やめてやめて、 OKOK、今やめてって言ってたのはムード丸とヘッドスライディングですね。はい、まあただやっぱり正直このデッキが一番強い選手できるんじゃないかと始める前は思っていました。なんだかんだやっぱ二股ってね一番伸びるでしょうと。で、本当は他のデッキでやりたかったんですけど、まさかの二股かけるホムラ、なんて呼ぼう、ホムさん股、なんて呼ぼう、二股のことをホム股って、この二股とかだとホム股って呼んでて、二股かけるホムラ、ちょっとこれコメント欄で募集します。はい、ちょっと今回はあえて名称をつけません。コメント欄で募集しましょう。まあ実質三股みたいな、この現象なんて呼びますか。ちょっともうちょっとなんか普通のデッキで本当は初めてこのね3人にこう実質三股みたいな焦点当ててやりたかったんですけど、まあいろいろありまして、このデッキからのホムラと二股の使い方になりましたよというところですね。はい、まあしぐれちゃんがね、告白1回だったらねーとか思いますよね。お尻はでっかいけどおっぱいはちっちゃいっす。やっていきましょう。いやー、まあただね、やっぱりこういう選手を作ってる時が一番面白い。カルロスがなー、マジで共通イベの方がな、福イベじゃ なければ割と強い感じだったんですけどね。あれが福イベっていうのがなかなかカルロスはねよろしくない。
だからこのデッキの場合ね、招き猫持ってきてない場合、結構ねカルロスのイベントが完走しないんじゃないかなと思うんですよね。せっちゃんの登場が遅すぎうち、ちょっとここからせっちゃんを真剣に追っていきたい。ヘッサーとムードね、忘れないうちに潰しましょう。まあただね、やっぱりカルロス入れる方がね、まあ第1回目の時のコメント欄の方にね書いてあったんですけれども、前のデッキの方がロマンあった気がするっていうコメントあったんですけど、やっぱカルロス入れるとね、ロマン、まあロマンって何なんだよって、まあロマンの押し売りをまたやっていくんですけど、実際守備職人バントとかチャンスメーカーとか、特にまあうまくいった場合は特に 1,2 番に置きたいって言ってるんでね、その辺の得の非常にいいなって思うわけなんですよね。はい、おおめっちゃ美味しいやん、練習、この練習 OK、回復 OK、 おお、かぶるね、かぶるね。まあただね、同じく前イベの日野くんのね、ちょっと待って、日野って前だよね、危ない危ない、またちょっと適当なことを喋るとこだった。日野はちゃんと前っていうことを確認しよう。猫神と日野が前と後が逆っていうのを覚えてるけど、あ、日野は前上です、思い出しました今。猫神を日、あ、ちょっととはいえでももう一回怖くなった。なんか何度見ても怖いことって人生ありますよね。はい、人生怖いこともいろいろあると思うんですけどね、怯えてたら前に進めないと思いますので、勇気を持ってね前進していきましょう。何の話してんだこれ、何の話を一体してるんだというところで見ますと、はい、日野ちゃんは前上です。何回見ても怖いんですよね、なんか間違ったことをね、あんまやっぱ動画の中では言いたくないっていうところでね。はい、さて告白間に合えよ、どっちかは。カルロスクはね、本当にねイベント数が多いんですよね、それが良くない。ムード丸を潰しましょう。オッケー、これはいっとこうか。しぐれがね、告白1回だったら本当な、このデッキでも行くでってなるんですけどね。まあまあこのラブパは結構良かったでしょう。そう、これがいらないんですよ、脅威の守備範囲が本当に。あ、こっちどっちだっけ、サッカーしようぜとどっちが金属イベントだったっけ。まあとにかく共通イベントの方が本当にいらないんですよね。ちょっと待った、これ告白が間に合いそうにないな。またまあちょっと危ないと思った時にはね攻めますわ、しぐれちゃんを攻めますわ。もうまあね、しぐれちゃんに関しては最近まあ投手デッキではありますが、ずっと使っていたのでね、ちょっとしぐれちゃんについて詳しく知りたいよっていう方はね、ぜひとも、最近のね投手会、まあしぐれちゃんサムネイルとかに入れているので、そちらの方ねご覧いただければ、まあしぐれちゃんのお話なんかはお分かりいただけるのではないかなと思っております。はい、まあただ基本的にはしぐれちゃんはね投手デッキで使うのがいいんじゃないかっていう話だったんですけど、まあ積極盗塁っていう僕のこだわりのためにね一枠入れているよっていう感じですね。おっと、しぶし、せっちゃんがね全然練習に来ない、全然練習に来ない、あの子、あの子不良、あの子ねダメよ、あの子水着に今着替えてるからね。はい、次水着のせっちゃん出ますからね、それなりに回そうと思います。で積極盗塁は真ん中で確定ですね。まあもうこれはしぐれ攻めるかね、しぐれを攻めるか、せっちゃんが間に合わないっしょ多分これ。うん、せっちゃんが間に合わない気がするな、しぐれを攻めるか告白くれば、怖いけど、あでももう一応大丈夫なはず理論的には。さあ頼むよ、前回も間に合ってないんでね、サクセスちょっと間に合わないのが続いていけば闇に、そのうち闇に葬られるんで、サクセスはマジで。これがねなるべく早めに、まあまあまあ年内ぐらいに来てくれればね体力最大値上がってね美味しいよねっていうところですよね。はい、
これはまあ続けていきましょう。さすがに前さんあとさんで、あと2枚が彼女なんで、さすがにイベント数少ないですね。あとイベが今回はもうそろそろ号令も打っていっていいけどな。告白来て勇者だろうじゃないんだよね。これ攻めましょう。うわっ、 なんで攻めた今の。12月2週でなぜ攻めた、ちょっとよく分かんなかったな今の選択肢は。あーもうこれはもう攻めます、ごめんなさい。もうこれ失敗したら動画終わります、ここで。はい、ごめんなさい。もう ここだけはちょっと、もうじゃないと次の週両方告白来なかったらもう終わりなんで、ここはもう攻めましょう。仲の良いところを見せよう、お願い。あ、よかったよかった。だから結果あそこ攻めてよかったですね。はい、ここで体力回復するんだったらよかった。ただね、こんなのもう本当に暴君ですよ。こんなのはもうさすがにサクセスは慣れと運とは言えども、その運要素を高めすぎうちっていうところで、こんなのは本当は良くないやつなんで、やっぱ怖いっすねこのデッキ。まあ、ここで、あほら危ない。ここでまあせっちゃんだったらね、まあ、クリスマスまで登場の上限が2回とも渋ったんですけど、ちょっと体力回復タイミングが、まあまあまあそこは置いといたとして、やっぱしぐれちゃんは怖いですね。はい、やっていきましょう。これチャンス潰すっていうのはいかがかね。チャンス潰すっていうのはいかがかね。いやー、ちょっと精神足らないな多分。いや、チャンス割と潰すっていうのはいかがかね。いや、いっか、もうだって阿部日のコツも来たし、いいでしょ、置いとこう。さあ、ということで、まあ、告白間に合ったんでね、ここからね、本気出していきましょう。いいでしょ、いいでしょ、チャンスは2回掴んでいいでしょ。まあ、ちょっと危ういね。これ、やっぱり、招き猫持ってきてって、この告白の遅さなんで、招き猫がこれ、なくなった場合は、ちょっと怖いですね。あー、小吉か。まあ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 、ちっちゃいね。今年新年一発目も小吉だったんで、まあちっちゃい吉をね、集めてね、頑張っていきましょう。はい。で、二股だから実際、もうデートどんどんしていってもいいけど、まあちょっと、一回、評価回復。でも、こっからなので、渋けりゃ、体力マックス時以外で、渋かったら、どんどん、デートしていきます。ここ、かなり成功してほしいんだよね。結構重いからな、電光石火。はい、ということで、どんどんデートしていきましょう。で、しぐれちゃんが確か1回目だけ体力再回復量が多いんだよね。だから、ここはせっちゃんでいいか。ちょ、体力量がマックスの時はさすがに亡霊を打ちたい。まあ、あれば行くけど。これでまあコツ回収は大体アベヒパワヒ降格が全部来たんで、まあとりあえず大丈夫ですね。タックびっくり、オッケーダブルタックびっくり来たー。完璧ー、そこに監督までいるー。二股の時ちょっと監督評価危ない。完璧ー、オッケー、完璧パーフェクトパーフェクトってね。いやー、テニスの王子様がまた見たくなってきた。オッケー、2000点超えてる、完璧。まあ、今のダブルタックでだいぶ稼いだけどね。うん、ここもまあ、バレンティンっていうものがあるんでね。ちょっとここは一回、号令打ちましょう。バレンティン。アーチを描け、ゴーバレンティン。やっていきましょう。おー、まあ、これは、いいよね、アーチストアーチストで取っていいっすよねと個人的には思っているんですけど、今イベント切る必要がないと思うんですよね。後さんだからちょうどいいと思うんですよね。彼女2の後さんはイベント数絶対少ないぐらいだと思うんですよね。だからこの後イベは続けていっていいよ。セカンドナイアンド、あれ今のサード取らなかったんだ。欲しいも苦労が絶えんな。
ちょっとアーティスト成功のこととか、あ、虫歯があるんだった、忘れてた、こいつ虫歯が渋いんだった。あ、オッケー。あー、でもあれか、虫歯の恐怖はあるけど、バレンタインでの体力回復量えげつないパターンか。そこでちょっと一線を画くパターンか、他のマネージャーたちと。そういうことか、悪くないね。ちょっと早くペーウェイを上げてね、アーティストの成功率を上げていきたいところですね。ラブパンまで狙うならそっちでもいいけど、まあ、監督評価もねあるんでこっちでいいでしょう。よいしょ。さすがにミートもうちょい上げようかな。牙相手に負けはしないけど、負けないか。どれくらい負けないかって、24時間テレビで負けないでを歌わないぐらいに多分負けないっすね。今のめっちゃいい例え、めっちゃいい例え。今後どれくらい負けないかを証明するときはそうやって言っていこう、人生で。いや、これマジで24時間テレビで負けないで歌わないレベルで負けないから、やっていきましょう。ダブルタック。あー、まあスカウトまでいるし、実際登場もいるしで、経験って美味しくなるし、実際行っていい。まあただちょっとミートあげるか、やっぱり。E まであげるか。E まではあげていいでしょう。やっていきましょう。まあスカウト評価ね、なんだかんだ最近ちょっとだけ気にするスカウト評価だけど。ほらほらね、これ10上げときゃもう大丈夫っすよ。これアーティスト失敗するだろうな、このパワーの低さじゃ。ここはですね、走塁のコツを抑えるかっていうのを、敏捷を割と稼ぎたいっすよね。今回前回走塁キャラ3枚で足りなかったんで、まあけど今回二股にしてて足りると思うんですけど、走塁これ潰していこう。 OK。 であと何をしようと思ったっけねえ。俺し今何しようと思ったっけ、忘れちゃった。俺し今自分で何をしようと思ったか完全に忘れてしまった。で、伝説のさよなら男いらないなら、要はしぐれちゃん5回目別に感想までしなくていいってことですよね。これ絶対失敗するよな。そうだよね、うん、そう思った。だったら星井くんのイベント切ってもいい。5回目そんな経験値も良くないし、しぐれちゃんって考えると5回目まで別に完走しなくていいのか。てかしぐれちゃんはむしろ途中から全然経験点良くないから、せっちゃんだけ完走しときゃいいみたいな感じか。とりあえずエピローグでの経験点だけくれやみたいな感じか。これ練習試合ワンチャン出れるな。ダブルタック、まあいっとくか。アーチの本取りたいし、なんだかんだで。あー、これあれですね、電光石火も高速ベースランも両方ともコツがね1だったんで、また非常に、まあ前回もそうだったんですけど、非常に重たいんですよねこの場合。そこがね難しいところでね。どんどんやっていきましょう。へ、なに？さてさてさてと。鴨川の2回目って別に選択肢どっちでもよかったやつだよね。 OK。 で、守備職人もバントもチャンスメーカーも欲しいですね。ロマンをね、やっぱロマン、特能が増えれば増えるほどロマンというものがね増えていくと思うんでね。
うん、なんかワンタックはね渋いんすよ実際。とびっくり、号令かけてもいいレベルなんですけど。ゴレイ、オレイ、ガッニャッニャッ。いや、もうデートを終わらせていこう。いや、今のラブポまであったから2人評価戻るし、行ってもよかったか、打撃。いや、あ、お、お、あ、いいよね。4月4週だったら全然、全然大丈夫。そう、二股はね、これが怖いんですよね、なんだかんだ。結局もう、井戸端起こって、7月4週に終わったら、天才の入部届でいくらうまくいってようが終わりっていうところだよね。うわぁ、このセクションが伸びなかった。全然伸びてない、このセクションが。ゴレイ、ダブルタック、ワンタック、うー、言っとかないと評価がやばいな。ホームランの、そう、ホームランの評価だけはね、波動来た場合特に絶対気合っとかないとね。ピンク下がっちゃうとね、ピンクより。あれになっちゃうんでね、エピローグが来ないようになっちゃうんでね、そこだけは気をつけましょうと。なんかもうちょっとね、走塁練習のダブルタック来てもよろしいんでなかと思うんですけどね。あ、ちなみにダイソーの選手作ってるんで、僕ダイソーの選手作るとき代打丸も一応つけるんで、ここまでに取っておいたらよかったですね。まあ打てるんですけどね。むむ、打てるんです、むむ。そしてさよならホームランを9回2アウトで打っちゃうんです、むむ。そして窓ガラスをパリーン。私思った、ここの高校絶対もうちょっとフェンス高くしないととんでもないことになる。そろそろ何枚窓ガラス割ってんだここ。よし、うー、練習がね。ダブルタック、ワンタック、うん、ダブルタックか、タックびっくりは来てくる。オッケー、ナイスラブパー。ただもうちょっと号令が多分そろそろ危ないんで、自然発生。ああ、まあまあいいけど、ここでしょうね。自然発生してください。ああ、やばい、やる気が普通になった。これでやばい、やる気が青になった。うわー、やる気下がってる時の波動のオーバーヒートも絡んでない。練習ほど渋いものはない。なんかワンタックワンびっくりなんですよね、今回もずっと。やっぱ何かしらがね、こう絡まないとね、なかなか厳しいところではあるんですけれども、はい、まあけどクリスマス間に合ってるから大丈夫。そこだけはね信じていきたい。とりあえずデート終わらせますか。これでまあ一応せっちゃんは終わって、評価も大丈夫だよね多分。もう OK、 せっちゃんの評価は多分大丈夫で、シグレンね、あとシグレン。まあただ号令を打っていこう。おっとシグレンからのシブレン、ちょっと評価が危ないんでね、ラブパ狙いで追っときましょう。シブレンかっこ渋い練習。はい、ずっとほんとワンタックだな。評価がやばいんで、もう号令もかけれないし、練習しないといけないし。ふむふむ、ずっとワンタックだなぁなんて思うんですけれども、
はい。まあね、エピローグがね、二股なんでね。あ、そうか、三股か。あ、これ、もう一回だけ、ちょっと宣伝させてもらうと、あの、二股かけるホムラの時、二股かけるホムラの時は、ホム股っていう、なんか、名称を使ったんですけど、二股かけるホムラの場合は、なんて呼びましょう。そう、それなんでね、エピローグが最後、バカほど入ってくるっていうのだけは、忘れちゃいかんよ、ということですよ。行くで。にゃーっと。よいしょ。というわけでですよ、非常にまあまあいい感じではございまする。はい。いや、いい感じではないか。よくわかんないな。まあ、ただ、ようやくダブルタックが来てくれた。さあ、もうこれは攻めましょう。もうこんなとこでね。もう逃げるあれにもいかないんで。行きましょう！うわ、なんでだ？なんでだ？大体失敗するね。大体失敗するね。ただ、今のとこ逃げてももうこの選手はいい選手にはならなかったんでよかったんですけど、大体失敗するね。で、シグレのデートはね、さっきも言った通り、まあまあ乾燥しなくても今回に関しては大丈夫と言ったところでございます。はい。いや、今の成功してほしかったな。しかも盗塁骨がまだ来てないよ。お待たせいたしました。100以上違うんでね、今の成功するか失敗するかで。第9ピヨってんじゃないよ、1回から。スバルちゃん、ランナースタート。投げた。キャッチャー二塁送球、間に合うか。ランナーが二塁に進んでいます。投げた。さらばスバルよ。あ、そういえばなんか新しいイベント来るそうですね。なんだろう、あれは呼んだ感じあれかな、ドロイド高校系かな。ドロイド高校の時みたいな感じとボックスガチャが合わさって、あれを足し2で終わったような感覚かなと個人的に思ったんですけど、どうなんだろう。まあ楽しみですね。またまた頑張ってやってね、動画撮っていきたいと思います。第9投げました。カーブはボール。まずは外角低め。すっ、打った。強い当たり。いった。入った。入った。ちょっとこのデッキはどうなんだろうね。このデッキの入部届けか。ちょっとわかん、いやー、このデッキでもいいような気がしてきた。なんか、まあ結局クリスマス間に合うか間に合わないかなんてね、その時々の運でしかないと思いますので、っていうところですね。はい。なんだこれ。あ、ちょっと待って、まだ2回目だったのかこれ。3回目すら行ってなかった、まだ。これちょっと評価やばいんじゃない、もしかしたら。これちょっと体力回復し、体力回復の方を選ぼうか。まだたった2回しかデート完走してなかったのね。まあいいでしょう、別に。本当にこの後別に経験点が良かったりするわけではないんで。で、評価ももう、危ないか。評価は危ないか。盗塁ください、盗塁ね。阿部飛はもういいです。 OK。 いや、これかな実際。やっぱ二股すごいよな。あ、やっぱり。はい。やっぱ二股なんだかんだすごいよな、間違いないよな。うん。マイベノだから、あの二人が完走してくれて、招き猫持ってこないでも、金徳は完走してくれて、かつ告白がまあ最悪クリスマスにさえ間に合えば何でもよしと思うと。
な。ホムラはエピローグだし、まあホムラのイベント2回はさすがに起こるでしょう。ただ SG は怖いよな。そうなるとイベント数少ないから、秋イベント数少ないから波動が一番でしょうね。ただ経験点伸びないな波動。第9投げた、初球外れてもさあ次の投球打ちました。これはいい当たり、いった。いやー正解が見えないね。第9外れた、ボール。1球外します。第2球投げた、ストレートはボール。誠意の回が見えないね。投げた、本当なんか左打ち打ちやすいんですよね。フォークも全然打てるっていう、普段フォークなんて全く打てないのに。はい、やっていきましょう。いやそのワンタックも渋いんだよね。まあまあワンタックだった。おーオーバーヒート絡んでるように見えて、あんまり経験点実は高くないやつな。まあとりあえず最低限の形にはなってきたように見えなくもない。うーん難しいな、サクセスって難しいな。てか最後のあの30何パーのダブルタックびっくりだけ成功しててくれたら嬉しかったな。第9、一塁ランナー走った。いやでもこっからエピローグ来るんでしょ、絶対強いよなこのデッキ。そしたらこれで6200ぐらい叩き出せてたら小吉だし、小吉だし練習渋くて美味しい練習は怪我したんで、これで6200ぐらい叩き出してたら割とこのデッキは最強なのかなとは思う。そうしようか、これで6200超えてた場合このデッキにしようかな。やっぱ二股イズロマンだよな実際。第9投げました。でこのデッキ SG、 SG にしようかな。 SG 前の空きイベント数は少ないしね。じゃあ前の空きイベント数は普通か、普通ぐらいだし SG でいいか。投げました。どっちが経験点伸びるだろう、波動と SG。 いや結局果たし状勝てないにしても SG が伸びるんでねか。てか果たし状頑張って勝てないかな。東条ガードでしょ1枚、まず東条ガードでしょ。あとあれか、カルロスレンジャー、日野レンジャー、ホムラレンジャーか。だガードがあと彼女2枚だからさすがに勝てないか、絶対勝てないか。そうか、悲しい現実だな。もうこれ逃げてても仕方ないですよねこんなの。さすがにこんなの逃げてても仕方ないんで号令打って、まあもう何もないんでねすっと逃げるんですけど、SG 行った方がいいか。このデッキ SG で入部届けか、それありか。で代打丸ももう取ろう、もろもろ取るよ。こっからねエピローグがありえないぐらい入ってくるとして、さてさてさて、いやほんと悩みますね。まあこの全ての悩みをくれたのはね、まさかのチャレンジでの天才の入部届を使えなんていうね、まさかのチャレンジ、期間限定チャレンジが追加されたのでね、こういう悩みです。あで、あのもし公開がね1日2日ぐらい後になったとしても、入部届使おうとしてるのはあのミッション達成のためですので、あの撮影はちょっと早めにしてるんだよっていうね捉え方をしていただければと思います。はい、おりゃー。でちなみにまあ投手でね入部届使ってほしいっていう声非常に多いんですけど、まあ、ちょっとあのね変な不具合が治るまではちょっとお待ちいただければなと
いう感じでございます。で本当は次この間ね4番打者作った時に次野手で入部届使うならまあ1回目ねオール A 型、まあ、万能型で2回目が赤星総力型で3回目がまあ打撃型4番打ったので、まあ、次は守備型でねまあショートかサードぐらいね作ろうかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと今回ちょっとイレギュラーな形でのこういう形になってるんですけど、まあなのでね次野手で作るなら守備型、まあでも次はまあそろそろね不具合が治れば投手で作りたいと思っております。教育大学にうちは進むんや、せやな。いや実際ここでの3人エピローグが入ってくるってすごいよな。さあいくら、うわマジか、やっぱ二股すげえな。えマジでこんな練習渋くて6420もいっちゃうの、こんなに練習渋くて6420もいっちゃうのか。やっぱ二股すごいな。やっぱ圧倒的だわ二股って、すごいな。なんかめっちゃ他人事みたいに言ってるけど、あ体当たり、あ取ってるね。いやこれダイソーとしては素晴らしいよ。弾道ちょっと上げたいところではあったけど、まあ筋力が12足らずというところで、まあ諦めましょう。いやこれやっぱ二股はすごいな、すごいな、めっちゃ他人事みたいだな話し方が。二股はすごいな、びっくりしたぞおいら。はい、ということで途中までとても6000超えるとは思わなかったんですけど、これでも6000超えちゃう。でもうちょっとだからダブルタックとかが絡めばいい感じになるよねと。だから経験点まあけど招き猫持ってきてない分ちょっと下がると思うんで、6500点経験点叩き出せたら、まあとりあえずこれは DD ぐらいになるとしよう。ここも DD になってて、それが入部届でワンランク上がるとなると ASSAA ぐらいにして、こっちちょっと落として 3NASCCC ぐらいになる。で1番打てる。で金徳も4つ5つ取れるとなると、割とこのデッキかな、このデッキかな。いやーこのデッキかねー。いや皆さんいかがでしょうか。って言ってももう一個デッキあるんで、まあ最後ねもう一度皆さんに全部見ていただいてからね決めようとは思うんですけど、あちょっとだけ更新した、3だけ更新したダイソー。いや今回結構良かったなと正直思いました。そんなに美味しい感じもなかったのに結構渋かったなっていう随時印象だったのに、こんだけやっぱ経験点出せちゃうんだっていう二股、まあ名称がまだ決まってないホームランも含めての三股ね、いいなって本当に思いましたね。はい、というわけで、まあもう一個ね、デッキあるんで、そちら試してから、まあ最終的な結論決めたいと思います。ぜひぜひ、お願いいたしますのが、ね、二股かけるホムラを何股って呼ぶのか、いいね、ご意見ありましたらコメント欄の方に書いていっていただければと思います。でね、皆さんもこう見てみて、あ、こういうの人のセンスあるなっていうのあれば、そのね、コメントに、投稿に、グッドボタン押してあげてください。で、グッドボタンが非常に多いものとかを、まあ、もう使わせていただこうかなと思います。あんまりグッドボタン多いのがなければ、もう僕の独断とね、偏見で決めさせていただければと思います。というわけで、今回はこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。はい、皆様からのワンクリックが、僕の励みの源となっております。何卒よろしくお願いいたします。この後は概要欄にあります色々な再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。